暗号解読その日のお昼過ぎ、明智探偵事務所の客間に三人の客が詰めかけていました。黒い博士と松の八木の三つの黄金袋の持ち主です。明智は宮永さんの家から帰ると、一室に閉じこもって暗号を調べましたが、 30分ほどですしかしたそこで3つの黄金どころの持ち主に電話をかけ事務所に集まってもらって今後の計画について相談をすることにしたのです客間のテーブルを囲んで明智探偵小林少年黒井博士ミシン会社の社長の松野さん 貿易会社の社長のヤギさんの5人が椅子にかけていました。テーブルの上には3人の客が持ってきた3つの黄金ドクロが並べてあり、明智は白い紙を前に置いて、それに鉛筆で金文字を書きながら暗号の説明をしているところです。この3つのドクロに彫り付けてある金文字を普通に読むとこんな風になりますね。 明智はそう言いながら紙の上に次のように記しました「ゆなどき」「んがくの」「でるろも、とだんき」ク「すのおど、すおさく」「むくぐろ」「べへれじ」 しとよま小林くんから聞きますといつかの晩のあなた方の会合でこの一つ一つの文句を横にして終わりの方から逆に並べてご覧になったああこんな風にですねそして明智はまた紙にそれを書いてみせるのです「昨日も」。 ひどく、ろじま。どくろ、うおさ、ぐれよ。ながる、だのう、くえと。ゆんで、とすす、むべし。きのもき、どくろじま。 独論を探れよ。流るダの奥へと。ユンんでと進むべし。これでかなり意味がついてきました。しかしこの第一の文句と第二の文句とがどうもうまく続かない。そこであなた方はこの間にもう一つ 第四の黄金ドクロの文句が入るのではないか。つまり、三つだと思っていたドクロが、実は四つあるのではないかと気づかれたのですね。あところが、その第四の黄金ドクロを四十面相が探し出してくれた。我々は今ではその第四のドクロの呪文をはっきり知っているのです。それをここへ書いてみましょう。 ゆるのり、なさと、でんが座、りとザのさが、るなん、ゆんで。前者は縦に読んだもの、後者はそれを横にして、終わりの方から並べたものです。 さっきの3つのドクロの文句と同じやり方ですさてこの校舎の4行の文句をさっきの3つの文句の第1と第2の間に入れてみましょうこれでうまく続いたようです右の方から縦に続けて読んでみますよいいですか 明智は鉛筆で仮名をたどりながら次のように読み下しました「日の森戸崎ドクロ島」「ドクロの砂岩を探れよ」「流れるるんだの奥へと」「ゆんでゆんでと進むべし」口調はいいですね もう抜けたところはないようです。しかし、この意味を解くのはちょっと難しい。100年も前に書かれたという昔の文章ですからね。あでも、昔の文章を読み慣れた人には直にわかるのです。いいですかまず、昨日森折り木」と読むのです。ここで切るのですよ。 これは土地の名前です。木のというのは漢字で書くと糸辺に己そしてひながなのの木の国のという意味です。昔は木の国を木の国とも言ったのです。つまり今の和歌山県ですね。そこで私は 和歌山県の地図を出してみました。すると、新宮と串本の間の海岸に森戸崎という岬があるのです。この文句の森戸崎に当たるわけですね。これで木の森戸崎はわかりました。次はドクロ島です。和歌山県の森戸崎のそばに ドクロ島という島があるのではないでしょうか。私は友達の名簿を送って、串本から東京に出てきている人を探し当てました。そしてその人に電話をかけて、森戸崎のそばにドクロ島という島がないかと尋ねてみました。すると、私の思った通りでした。森戸崎から4キロほど沖合に、 俗にドクロ島と呼ばれている小さな人の住んでいない島があることが分かりました。その島は森戸崎の後ろの峠の上から眺めると骸骨の頭のような形をしているので昔からドクロ島と呼ばれているのだそうです。差し渡し600メートルほどの岩でできた小さな島で その周りには海面に現れていない岩がたくさんあって、海の水が白い泡を立てて渦を巻いているという危ない場所だそうです。その上、島の形が気味の悪いところなのですから、漁師たちも滅多にこの島へは近寄らないということでした。<laughs> なんと、宝物を隠すのには屈強の場所ではありませんか。 明智はここでちょっと言葉を切って三人の客を見ました。黒い博士たちは黄金ドクロの謎が今にも解けそうになってきたので、もう一生懸命です。明智の顔をじっと見つめたまま身動きするものもありません。さて、第二行目は、ドクロの左眼をできるのです。 砂岩というのは左の目ですね。ドクロ島には二つの目のように見える岩穴があるのではないでしょうか。砂岩というのはその左の方の岩穴のことかもしれません。そこを探れよです。その左の岩穴を探せという意味でしょう。第三行目。流るるなんだわ。 流れる,る涙です。涙のことを昔は何だと言いましたね。つまりこの行は、流れる涙の奥の方へという意味です。しかし、涙とは一体何でしょう。岩でできた島が涙を流すはずがありません。この涙というのはおそらく、 滝のように水が流れ出しているのです。左の目に当たる岩穴から水が流れ出しているので、それを涙に例えたのでしょう。あその、水の流れ出す穴の奥の方へという意味です。第四行目の、ゆんでゆんでは、これも昔の言葉で、ゆみてゆみてと書くのです。 あ弓を持つ方の手すなわち左手の意味です。でこの行は左の方へ左の方へ進むべし進んでいけというのですね。もう一度全体の意味を続けて言いますと和歌山県森戸崎の沖にあるドクロ島の水の流れ出している岩穴の中に入って 左へ左へと進んでいけ。というのです。<laughs> きっとその奥に大金塊が隠してあるのです。明智の説明が終わりますと、三人の客はすっかり感心してしまって、しばらくの間黙り込んでいましたが、やがて黒い博士が口を開きました。 いや実に明快です。さすがは明智さんだ。これで百年間の秘密がすっかり解けてしまったわけですがそれにつけてもちょっと心配なことがあります。四十面相は我々の三つのドクロと宮永さんのドクロの文句をみんな知っているはずです。あいつの方でも暗号を解いてしまったというようなことはないでしょうか。 そうです。それがこの際何よりも気がかりでした。松野さんも八木さんも心配らしく明智の顔を見つめます。多分あいつも今頃は暗号を解いたでしょう。私と四十面相とは物を考える力がほとんど同じぐらいなのです。私に解ける暗号ならあいつにも解けるはずです。すると、 あいつはもう和歌山県へ出発したかもしれませんね。そうです。私もそれを心配しているのです。しかし私には一つうまい考えがありますあ。それについてはあなた方の承諾を得なければなりませんが、この大金塊のことが世間に知れ渡ることはご迷惑でしょうか。 いいや迷惑ととうことはありません何も他人のものを取るわけではなく先祖が隠しておいた金塊をその子孫が探すのですから誰にも恥じることはありませんしかしこの秘密が世間に広がって悪者に先手を打たれるのが怖いのですそのために今まではごく秘密にことを運んできたのですわかりました それならば大丈夫です。私の考えというのは、あなた方が誰よりも早く、ドクロ島へ行ける方法なのですから。たとえ四十面相がもう東京を出発したとしても、あいつを追い越してずっと早く先方につけるという方法なのです。ほう、そんなうまい方法があるのでしょうか。 黒井博士はびっくりしたように聞き返しました。うん。新聞社の飛行機ですよ。私は H 新聞の重役と懇意なので、実はさっき電話で相談してみたのです。非常に面白いニュースを君の社で独り占めにすることができるのだから、数時間飛行機を使わせてくれぬかと頼んだのです。 詳しいことは何も言わなかったのですが、相手は僕を信用して承知してくれました。社でも一番しっかりした操縦士をつけて貸してやろうというのです。うーん、そいつは面白いですね。しかし、その飛行機には大勢は乗れないでしょうね。操縦士の他に三人しか乗れません。それで、あなた方三人のうち、 二人と、ここにいる私の助手の小林とが飛行機に乗って選抜されてはいかがですか私が行けるといいのですがあ、今、人の命に関わる大事件を引き受けていますので、どうしても手が離せません。小林はまだ子供ですが、今までの働きでもわかるように、十分私の代理が務まると思います。 ああ何から何まで明智さんの知恵には感じ入りましたおっしゃる通りにしましょう黒い博士は勇みたって言うのでした真っ黒な目飛行機には小林少年と 三人の黄金どくろの持ち主のうちの黒井博士と松野さんが乗って先に出発しもう一人の八木さんはドクロ島探検の助手を雇って後から汽車で行くことになりました黒井博士と松野さんと小林少年とは双眼鏡懐中電灯長いロープ登山用のピッケルなど怪盗探検の道具をいろいろ用意し 身軽な服装で飛行場に急ぎ無事新聞社の飛行機に乗り込みましたその小型飛行機は1時間もかからないで名古屋市のの郊外の飛行場に着陸そこには電話で頼んでおいた自動車が待ち構えていました3人は休む暇もなくその自動車に乗り込んで急行電鉄の駅に駆けつけ電車で三重県の南の終点まで。 それからまた自動車を雇って、森戸崎の近くの寂しい漁師町に着きました明智が暗号文を解いて新聞社と打ち合わせ急ぎに急いで出発の用意を整えたのが午後3時でした名古屋までは1時間でもそれから先が4時間ほどかかったので森戸崎に着いたのはもう夜の8時半ごろでした その漁師町には幸い小さな宿屋がありましたので、三人はそこへ泊まることにし、東京の明智探偵のところへ電報を打ち、また急行電鉄の終点の駅に留め置きの電報で、後から来る八木んにあてて、町の名と宿屋の名を知らせました。もし四重面相が三人より早く東京を出発したとしても、 せいぜい二時間か三時間の違いしかないはずです。旅客機で飛ぼうとしても時間がうまく合いませんから、汽車で来る他はないのです。それなら今頃はまだ汽車に乗っているか、終点の駅に着いたばかりでしょう。その駅から汽車も電車もない道が非常に長いのですから、とても今夜の間には合いません。どこかで一晩泊まって、 明日の朝自動車を頼むことになるでしょうですから三人が明日の夜明けに船に乗れば四重面相に先手を打たれる心配は少しもないわけです三人は二通の電報を打たせた後で宿屋の主人を呼んでどころ島のことを訪ねてみました主人は六十歳に近い正直そうなじいさんでしたが 三人がドクロ島を探検すると聞くと、とんでもないと言わぬばかりに目を丸くして、顔の前で手を振ってみせるのでした。どんな事情が終わりか存じませんが、それはおよしなさいませ。あれは魔の島です。恐ろしい主が住んでいるのです。とさも怖そうに言うのです。 黒い博士はニコニコして一体どんな主が住んでいるのですかと尋ねましたそれは誰も知りませんその主を見たものは死んでしまったからですもう56年前のことですがみんなが止めるのも聞かずに。 この町の一人の若い漁師がドクロ島のホラ穴の中へ入ったのです。それは底なしのホラ穴と言われているのですが、その漁師はどこまで穴が続いているか探ってみるのだと言って、懐中電灯を持って一人で奥へ奥へと入っていったのです。 友達の漁師たちは、ほら穴の外で長い間待っておりました。今に出てくるか、今に出てくるかと、待っておったのです。すると、宿屋の主人のじいさんはそこで言葉を切って、さも恐ろしそうに辺りを見回すのでした。すると、どうしたのですか 小林少年が待ちかねて尋ねますするとホラー穴のずっと奥の方からかすかに「キャー」という悲鳴が聞こえてきたのですみんなが真っ青になって顔を見合わせていますとしばらくしてホラー穴の中からその若い漁師が転がるように飛び出してきました 見ると、魔物に引き裂かれたのか岩角で破れたのか着物はズタズタにちぎる、顔色は土のようで「助けてくれ」と叫んでそこに倒れたまま気を失ってしまいました友達たちはその若者を解放して船に乗せ家まで届けてやりましたが。 若者はそれから熱病になって床についたまま、みんなが何を尋ねても返事もせず、妙な上ごとばかりくちばしりながら、ひとつけもたたないうちに死んでしまいました。魔物にみいられて、とりころされたのです。それで。 その若者はどんなうわごとをくちばしったのですか黒い博士がたずねますとじいさんはまたこわそうに辺りを見まわして「いろんなことを言ったそうです。しかしそのわけはだれにもわかりません」はあさようですこんなことを言ったそうです。えっ、ー、と。 おそろしい。たすけてくれ。でっかいまっくろなめがにらんでいるとね。まっくろなめというのはどんなめだかわかりませんが、それがたえずまぼろしのようにあのおとこにつきまとっていたらしいのですよ。それからもうひとつおぼえていますが。 金色の化けマサカリのような歯で俺を食い殺そうとしたというようなことをちばしたそうです。何にしてもあのほら穴の奥には得体の知れない化け物が住んでいるに違いありません。それからというもの。 漁師たちは決してあのドクロ島へ近寄らないのです。<laughs> 悪いことは申しません。旦那様方もすいな真似はおよしなさるがよろしゅうございます。第一、あの島へ船を出せとおっしゃってもみんな怖がっておりますから誰も承知いたしますまい。 じいさんの話を聞いて3人は顔を見合わせました化け物などを信じもしなければ怖がるわけでもありませんが船を頼むことができないというのは実に困った話です黒井博士はしばらく考えたあとで膝を乗り出してじいさんをときつけようとしましたいや私たちの探検には深いわけがあるので決してやめることはできないのです。 それにその化け物はホラー穴の奥にいるのでしょう。だからホラー穴へ入らなければいいじゃありませんか。ただ船をあの島へつけてくれればいいのですよ。お礼は十分出します。勇気のある人を探してください。そんなふうに頼んでもじいさんはなかなか承知しませんでしたが、黒い博士は、 お礼の金高をだんだんせり上げて、しまいには船の持ち主にも、船をこいでくれる人にも、また島の案内をしてくれる人にも、一人に一万円ずつお礼をすると言い出したものですから、じいさんも考え直して、それじゃあ一つ心当たりを尋ねてみましょうということになり、部屋を出て行きましたが、三十分ほどして三人のたくましい漁師を連れて帰ってきました。 この三人が一万円ずつくださるなら船を出すと思しております。しかし、島に上がってご案内はしますが、決してホラー穴の中へは入らないから、それだけは念を押しておいてくれというのです。見ますと、一人は船の持ち主という五十ぐらいの漁師で、 後の二人は二十四五歳の屈強な若者です。そこで黒井博士は松野さんや小林少年とも相談してこの3人を雇うことに決め明日の朝夜が明け次第船を出すように頼みその他の細々したことをいろいろ打ち合わせた上漁師たちを返し3人も床に着きました。 ドクロジマ。そのあくる朝、夜のしらじら明けに、夕べ頼んでおいた漁師たちが宿屋へ三人を迎えに来ました。船の用意ができたというのです。黒い博士たちは手早く身支度をして、探検用の道具類と宿屋に作らせておいたみんなのお弁当を大きなリュックに入れて、 若い漁師ににがせ浜に出ました。見るとちょうど今太陽が水平線に昇ろうとしているところでたなびく紫の雲の間に驚くほど大きな真っ赤な丸いものがじりじりっと目に見えて大きく姿を現しているのでした波打ち際に小さな桟橋があった。 そこに一層の小舟が浮かんでいました普通の漁船にモーターをつけたものですどこの海岸にもあるあのポンポンと音を立てて走る小舟ですみんながその船に乗り込むと年取った漁師が友の方のモーターのところに腰掛けて機械を操縦します見送りに来ていた宿屋の主人がご機嫌よくと挨拶したとき 黒い博士は、「じゃあ、信号のこと、くれぐれも頼みますよ。」と声をかけました。主人はこっくりとうなずいてみせます。信号というのは一体何のことでしょう。その意味はまもなくわかるときが来るでしょう。やがて小舟は桟橋を離れ、みるみる岸から遠ざかって、 ポンポン,ポンポンと勇ましく沖の方へ進んでいきましたもうその頃には太陽が水平線の上の方に登って今まで紫色に霞んでいた遠くの海面が真っ赤に染まった空の下に赤々と照りはえてはっきり見分けられるようになっていましたあああれだあれがドクロ島だ 小林少年が船の中に立ち上がって沖の方を指さしながら叫びました赤い空の下にくっきりと浮き上がっている真っ黒な岩の塊見るからに不気味な島の姿ですおじさんあれをどうしてドクロ島っていうの、うんちょっとも似てないじゃないか。 小くんはじっとその方を見つめて尋ねますすると年取った漁師が答えました「ここからじゃあわかんねえんだよ」だが峠の上から眺めるとねあの島、洒落ゃれこうべそっくりだおっかねえ島だぞ。 正面から見てはドクロのようではありませんが、ゴツゴツした岩角が気味悪くそびえて、いかにも魔物でも住んでいそうな恐ろしい島です。朝なぎで波は立ちませんが、時々大きなうねりが船をふわっと浮かせます。すると向こうの真っ黒な島がスーっと上がったり、また下がったりするように見えるのです。 船が進むにつれてどくろ島はだんだん大きくなってきました近づけば近づくほど物恐ろしい姿ですやがて岩ばかりの怪盗が目の前いっぱいに立ちふさがり船はどくろ島の岸に着きました「見なさるとおりのおっかねえ島だ船をつけるとこは」。 ここのほかにはねえだよ。年取った漁師がモーターを止めると、若い漁師が竿を操って、小さな入江のようになったところへうまく船をつけました。もう一人の若者が素早く岩の上に飛び上がり、船のへりを抑えます。そしてみんなは次々と岩の上に上がりました。